こんな姿でよくビルの中までは入れたね。でリメイク本編では全然出番のなかったスカーレットだけど、あ、ベンチがある。なんか割引、ああ間違った。割引アイテムあるかな？あ、ない？基本武器は売ってないんだよね。お？開かない。ん？開く？開かないよね。ああ広い、広いっていうか、なんかちょっと見たことがあるようなないような、なんかそこにいるけど、行けよこれ、兵器兵器兵器、やる気満々だよね。君もやる気満々。そう、私は親父とは違うから、あの時からと違っていつでもやる気満々。コースはどうしてるの？牢屋の中、暫定性投獄されたよ。せっかく頭冷やせばいいよっ。俺の師匠だ、あまり悪く言わないでくれ。うん、そうだね、やめよこんな話。私もムカつくだけだよ。好きよ。ミオリ、田舎者の話が大切ね。おしゃべりはそこまで。実験を始めましょう。まさかとは思う。こんな目か、ほほいのほいだ。オッケー、連携してこうだ。あっと待って、先にこいつをやっちゃおう。 OK、 余裕だね。どっから来る？え、モノドライブ？まさかね。え、終わり？まだあんの？またスタンドか？あ、違う、あ、スタンレイはちょっと硬いな。スタンレイの護衛機がいるのか。でっけえメカが出てきてほしいんだけど。じゃあ、ピタイさん。これだ。よしよし、いい感じ。サナ、足場になってくんない？はいはい。え、でもスカーレットが出てきてで、この後
せーの。よっ。おそらくツビエトが出てくると思うんだけど。どうぞどうぞ。担当スカーレットじゃないよね、あれ。なんもない。スカーレット様、このままでは開発エリアに侵入されてしまいます。しばらく泳がせて奴らの目的を探りなさい。はさっきの見たでしょ。こんなところまでのこのこやってきたおバカさんにしても動きに隙がなく、風体の神秘まだ王様の手、面白いことになりそうじゃない。存分にもてなしてあげましょう。私はお馬さんの整備状況を確認してくるわ。後で報告お願いね。はっ。開発エリアのメインシステムをダウン。秘密情報へのアクセスを制限しつつ、空気経路から奴らの目的を探る。各員、侵入者の監視を再開しろ。まあ、鉱石。スカーレットのための足場兵士くんはずっとついてきてんのね。むむ、マテリアの匂い。ああ、うるさい。ああ、戦闘員、ソルジャーではないのか。ヘルプ。任せろ。ほれほれ、余裕のよっちゃん。なんかここ暗くない？あの装置も止まっているみたいだな。よっ。ほい。すぐにでもポットからモンスターが出てきそうな。ああ、電源装置動かさないとスタコラできないと。でもリメイク本編の時さ、なんかどれかマテリアの調合に失敗して爆発してたよね。それはここの話ではないのかな。爆発してるポットが一つなさそうだな。電源つけちゃおうと。あ、一個だけ開いた。忍びシュート？そんなウータイ向けピンポイントなマテリアがこんなところにある？え、マテリアだったよね、今の。あった。あー、 R1 プラス三角？へえ。霊気つけてはいいけど、まるで使っとらんから。忍びシュートここにつけよう。あ、こっちも開いてる。技達人。あ、全部こういう系統のマテリアか。こっちにもポットあったよな、入ってんの。あ、ちょっと登れない。ガード強化。あ、これは普通だな。
ああ、はいはいはい。技達人ね。回復は持っておきたいんだよな。ソノンに回復、あ、ソノンに回復渡すか。で、どうせ ATB 一番多用すんのユフィなんだから。技達人つけて、これでよし。魔法使えない人になった。あ、渡れそう。およ、この柵、もしかして登れそう？あれ、ここはマテリアの匂いがしないよ。もっと上なのか。宝箱？え、リボン、あれ？リボンって、あれ？リボンって最強のアクセサリーじゃね？だよね、状態変化を防ぐ。どうしよう、ユフィつけちゃうか。あとはまあ鬼人単体でも意外と耐性があるから鬼人つけとこう。やべ、マテリア全部外れた。まあまあ、じゃあこんなところでいいか。FF の世界のリボンは最強のアクセサリーだってことはちゃんと覚えてる。こっちは開く。ちょっと待って、他に行けるところがもうないのか。じゃあこっちは、あ、下降りちゃうのかな、これ。そうだね、下降りちゃうね。おーっと、宝がたくさんあるよ。魔性？ここに来てアクセサリーラッシュ？マテリアの成長を助けるシンプルな、では、ああ、はい、だけどスロット1個かなし。ああ、兵士、ちょっと待ってね。さっきのエリアさ、この階層の向かい側にもフロアが見えるんだけど、あっちはいけないのかな。何かありそうな気がしなくもないんだけど、マップ見りゃいい。え？いや、行けるように見えるな。どうやって？どうすればいいんだろう。目的地が向こうにあるんだ。じゃあどの道、こっからは多分行けないとこだな。先進んじゃおう。兵士ぶっ殺すか。ほい、あ、ソルジャーだ。合わせて。了解。おかしい。あと、そうだ、ソノンの連携効果、忍びシュート。ああ、シュートってダイナミックエントリー。もう一丁。この調子でいくぞ。それじゃ結構強いな。今魔法をソノンに持たせてるから、はい、
っちはなんだ。おえ、なんもない。で、リメイクの本編のストーリー進行具合的にまだクラウドたちは全然シンラビルに到達しようとしているとか、まあ、そういうところではないね。まだプレート落ちてないし。あ、って考えたらあれだ、マテリアの合成失敗して爆発してる場面もまだこの後だ。おお、なんだこいつ。ガンダーム？うわ、ガンダーム。おっと、ちょっとソノンさん回復お願いします。あ、ブロックされた。ソノン自分自身の攻撃もし、じゃないや、回復もしておこう。これシュートあんまり強くないな。いって、あ、武装解除した。はい、先輩もな。武装脱げば秒殺だったな。あれ、でもあれ？どこに進めば？マップ。ああ、方向地だから許してほしい。こっちか。なんだこいつ。これ、あれじゃないよね。あの、バレットとかエアリスとかがビルの1階で、戦ったあれではないよね。魔人ボウ？魔人ボウ？あー、降下中その敵から3回狙われる。アビリティは欲しいから装備はさせよう。で、反対側に来ましたよっと。これ綺麗そうだな。とりあえず。メインシステムレベル2起動。マコエネルに充填開始。防護策を展開します。もしかしてマテリアの隠し部屋？ベンチないかな。え？え、隠し部屋が結構でかいよ。行っちゃう。はあはあはあ、どんなトレーニング？ああ、これあれじゃん。クラウドの場合はバットでボコボコにしてたやつじゃん。オッケー、とりあえずぶっ壊し合い。手裏剣を投げるとね、ユフィがそこに追尾する特性があるから、それを活用しよう。
1500。ちょっと200箱を放置したけど、まあいいや。間違った。あ、違う。これジャンプできねえのか。 OK。 OK。 あ、1万超えたな。あっと、カウントアップがある。 OK。あー、カウントアップ、アビリティ OK。 順調。OK。 1500。あ、これ意外と余裕なのでは。あ、邪気第三習得した。 OK。 あ、めっちゃある。 OK。 OK。 十分でしょ。よっしゃあ。ソルジャーモードに挑戦できるようになった。これ多分漏れなくゲットしたよね。つけたいマテリアはたくさんあるんだけど、スロットがあんまりないんだよな。そうだな、忍びシュートあんまり強くなかったからこっちつけよう。で、あ、間違った。こっちはもう全部やったもんな。OK。 5万。はあ、やってみよう。ウェイトモードにしてアビリティもたくさん使っていけばなんとかなるでしょう。オッケー。 OK。 あ、ちょっとロスしてる。 OK。 2個きつい。 OK。あ、待って、時間が非常に少ない。OK。 あー、時間。 OK。 うわー、硬い。ちょっとこれはきちいかもしれん。ああ、きちい。これ進む方向をミスったな。クリアしちゃおう。 2000 years later。あー、ダメだ。めちゃくちゃ頑張ったけど、5万スコアまでいけん、これ。
つうか多分配置されてるボックスの数的に全部破壊しろだこれ。厳しい。また今度挑戦しよう。っていうかマテリアはここ1個保管されてるけど、多分これ経験値アップマテリアでしょう。いらん。もうそんなの。先進もう。こっちか。